サムラジクのことです、今ですね、2冊目の、検本作業をしておりますね、まあ、こんな感じでね、検本作業をやってるんですけどね、まあ、お世話になった方にね、こうやって、お渡ししたりですね、まあ、こちらはね、あのこちらね、こちらはね、あの出版社がね作ってくれた、一般用の、まあ、注文書ということなんですけどね、まあ、こちらの方も同封させていただきね、こちらの本ですね、これを、入れていくと、ね、いう作業をやるわけです、ね。まあ、これはやってもやらなくてもね、もちろん著者の自由ですけどね、まあ、僕はやってますね、書状作の方で100冊ぐらいやりましたからね。で、直接ね、あの検本に、まあ、名古屋とかね、大阪とかね、まあ、岐阜、あとはまあ九州ですね、とかに、まあ、行ってね、僕の場合はやったんですけどね、まあ、今回はね、ちょっと、まあ、非常にね、3冊目のちょっと執筆もあるということで、締め切りがあと6日ですからね、ちょっとまだ、6分の4しか持ってませんから、ね、ちょっと今回はね、今の時期は郵送だけにね、してですね、まあ、あとでちょっと行きたいなとね、東京の方ぐらい、ちょっと行きたいなっていうね、ところがありますからね、そちらの方にはまあ行こうと思ってますけどね、まあ、この手紙の方にね、ちょっとぜひお伺いさせて、いただきたいんですけどっていうことはね、ちょっと書かせていただいて、やってるんですけど、こういったね、反則活動ですね、それもやっぱり著者の仕事になるわけですね、商業出版の場合はね、まあ、全くね、やんない著者もいるかもわかりませんけどね、まあ、僕は、基本的には商品、さっき言ったように商品3部売り並ぶですから、売り並ぶと、ね、いうところでね、こういったものもまあコストをかけてですね、著者自身がコストをかけてで、まあ、実行していくと、ね、いうのが非常にね、出版社には、喜ばれる、行動になりますね、うん。もちろんこれ勝手にやっちゃダメなんでね、一応出版社の方に聞いてですね、まあ、こういうことやる、こういった戦略を、ね、立てて実行したいんだけど、まあ、どうですかみたいな、ね、感じでね、あ、それはいいですね、ぜひやってくださいって言ったら、まあ、結構と、ね、いうことでやっていくんでね、まあ、今回ちょっと僕が考えて、まあ、誰にちょっとね、検討するっていうことはね、ちょっとあの、伏せますけど、ね、まあ、僕が考えたね、人に対して、検討させていただくと、ね、いうことですね。もちろんあの感謝だけの気持ちでね、あの検討するときもありますよ。それもありますけどね、あくまでね、あの商業出版ですからね、僕の本を読んでいただいてですね、まあ、気に入ったら、まあ、誰かにね、まあ、推薦して、いただいたりですね、またもしくは、本人ご本人がね、買っていただいたりと、ね、いうことをね、目的としてもちろん検本ということはやるわけですけどね、感謝だけじゃないですからね、感謝だけ逃っちゃったら金全然なくなっちゃったら終わりって、ね、なっちゃいますから、時期出版と全く変わらない状態になっちゃいますからね、あくまで商業出版ですからね、基本は、まあ、本を売るためにやるということですね、ただしね、あの今言ったように、まあ、感謝の気持ちが出てきたんだったらね、あのただでもちろん、本を、ね、差し上げるということもやりますからね、どっちかというと少女作はもうそればっかりしないで、ね、だから結構いっぱいね、検本、したんですけどね、今回はちょっとね、あの冷静に考えてですね、2冊目ですから、ね、冷静に考えて、ね、そんなにいっぱいね、今回はちょっと買い取りってないもんですからね、自分もちょっと使いますからね、今回ね、自分の簿記の授業でね、したがって、ちょっと今回は少なめにね、やりましたんでね、まあ、今日1日ぐらいで大体検本作業終わっちゃうかなというところですけどね、うん、まあ、今からね、郵便局さん行って、ね、まあ、これを一件一件ね、メールでね、メール便の方でね、送っていくと、ね、いうことをやっていくわけです。はい、では以上です。